みんなミサが21歳なことに驚いていたな。今までなんとなく言ってなかったけどさらっと言ってしまってごめん。ミサ21歳大学生よろしく。突然の情報解禁でさ、あの日ラナケラみんな同い年。いや違うと思う。あの一応言っとくと不仲ではないんだけど、我々わりかしその個人的なことあんまり知らないのポポがバーチャル関西に住んでるのは知ってるんだけど、ムユが多分あっちの方に住んでるんだろうなとは分かるんだけど、どこに住んでるか知らないんだよね。おおよその方向が分かるぐらい。汎用についてもなんかほらやっぱりお家の事情もあると思うからなかなか聞かないしさ、まあ、別に汎用でどうのこうの、例えばなんか満月の日になると同期の首をへし折りに来るとか、そういうなんか狼人間とかじゃない限りは、あとは別に知ってる方が知らなかろうが同期で一緒に活動していく人であることに変わりないし、実はなんかポポがなんか宇宙から征服しに来たエイリアンとかだったとしても、まあでも店に害なかったら、でも害あるか、それは征服されるんだったらあるか。そうだからまあなんだっていいかと思ってそもそも二次三次いろんな人いるしね、なんかね、そうそうそう、そういう宇宙人さんも実際いるし、なんかお前を殺すみたいな感じじゃなければ全然 OK 実際今んとこうまくやれてるしねと思いました。だからあんま知らないっす。多分今月でも21歳。なんかわかんないけど、なんか多分21歳、なんかね、あんまり時間、なんだろうね、ライバー始めてから時間の感覚がよくわかんなくなってるから、とりあえずウミサが二次三次にいる限りは二次三次の何かしらの力なのか、なんだろうね、わかんないけど、エニカラが技術を失った瞬間ウミサは160歳とかになるかもしれん。だからもしウミサが急におばあちゃんになったら、あ、エニカラは力を失ったんだってことになる。だから急にすごいことになるなったとしたら、あ、察しと思ってそっと、ウミサがレディーであることに変わりはないから年齢に触れちゃダメよ。急におばあちゃんになったって愛してね。うん。